ージお願いしたいんですけど、10万円なので、多分そしたら2万5000円かかるんですけど、今回。キツネ1号さん当たったか。めっちゃ油断してたわ。めっちゃ油断してたわ。レジの前にレジの前にお金置いた瞬間に当たったかって、キツネ1号さん当たったかって、何の話やねん。当たってねえわ。自腹や、自腹入金ですよ、これは。とりあえず10万だけチャージをして、あの ANA のね、飛行機代と、どうしようかな、鹿児島のね、市内のビジネスホテルを取るかどうか。いい加減会社名のビザってどういうこと。いい加減会社名、キツネ1号さん契約せよ。いや、だって au ウォレットの方が使いやすいんだよ、使い勝手いいんだもん。デビットの方がまあ残高に応じて使えるっちゃ使えるけど、もう au ウォレットがあって、もうカードあんまいっぱい作りたくないのよね、もうめんどくさいから。あの前ね、あのカードパンクさせた時みたいに、キツネ1号さんすぐ使えるから。いや、すぐは使えるでしょけど、そう、びっくりしたわ。キツネ1号さんポイントもつくし。あ、でも au ウォレットもポイントついてますよ。ゼロ化されるたんびになんかポイントついてるもん。なんでしゃくり出んねやろ。キツネ1号さん入金の手間ないし、財布とカードと、あれ何？ん？財布とカードと金と。キツネ1号さん なぜ頑なに否定的なのか。否定的ではないよ。いや、まあ、まあ、強いて言うならば、あのカードが、ね、2枚3枚になるのが大嫌いなんです、僕。前クレジットカードだけで20枚ぐらい近く持ってて、何が何やら分からなくなってめんどくさかったから、それだけですよ。はい、なんか忘れ物したような気がするの。一回ローソン戻るけど、多分何も忘れてないので、あれ、何を持ってきたんやろ。あれ、お金、封筒、お金、なんかの上に、何の上に置いたんやろ。もう最近あるよね、あの物忘れ激しすぎてやばいよこれ。多分ほんま認知入ってるよ、僕、間違いなく。やばくない？確実にこれ認知症入ってるよね。なんかを持ってきて置き忘れたような気がすんねんけど、何を置き忘れたかも分からへんし、何を持ってきたかも覚えてなくて、でも何かを忘れたような気がすんの今。そんなことってある？
キツネ1号さん1枚作れば300万位まで使えるぞ。キツネ2号さん10万中大江原さん。誰が江原さんや。しかも10万中大って何どういうこと。10万中大って、もういろんな意味取れるからようわからん。キツネ1号さんあるある、あるある、マジでほんまやばいねんけど。もう1日それが5、6回あんのよね。あれこれ持ってきたかなとか、これ俺ここまで何しに来たんやったっけとか。まあ、iPhone に1万入金するのと飛行機代で9万で10万。ロト6はどうだった。もう、まあまあ、ロト6は忘れて。忘れろお前ら。お前らロト6のことは忘れてしまえ。忘れてないよな。忘れてないとは思うねんけど。コーヒーだけ買うて帰ろうかな。それでやからコーヒー買うて帰るわ。ちょうど今家帰ったら砂糖もないしミルクもないからコーヒーだけ買うて帰るわ。廊下、マジでか。マジ廊下なの。やばない。キツネ1号さん外れたな。外れた。いや当たってるよ。当たってたけど何本当たったかは内緒やから。どうしようかな。コローソンやな。ポンタカード使えばいいか。待って、ポンタカードでコーヒーだけ買うわ。なんでコーヒーだけ買いに行くのかよくわからんけど。俺は当たったから後日確認。マジでか。やっぱ当たったって言ってるじゃないですか、ここ一個だけ当たってたって。そうでしょ。そうそう、一個だけね。キツネ1号さん3回繰り返して戻ってきたらボケ老人やな。3回繰り返して戻ってきたらボケ老人。どういうこと。あ、同じことを3回やったら。ほんまやばいよね。ちょ、マジでやばい。何を忘れたか結局思い出せんくて、で結局何も忘れてなかったみたいで、多分忘れたら、あ、お客さんさっきこれ忘れてましたよって言ってくれるでしょ。お姉ちゃんもおったし、もうあの今のベトナムの子も何も言ってくれへんかったけど、まあそれはいいねんけど、まあ忘れてたコーヒー買えたのでそれ忘れてよかったかなと、まあ家帰ってコーヒー作ればいいんですけどね、砂糖とミルクがないのでコーヒー作れないっていうかね、ブラックコーヒーしか今作れない。キツネ1号さん、じゃあのミルクとかあれですか。そうそうそう、さあ10万円とりあえずチャージできましたから、2万5000円ずつなので4万5000円マックスでできるのね。今1回ね4万5000円、4万5000円、1万円で結局10万円チャージできたけど、うん、ああ疲れた疲れたよ。まだ10分しかだね。マジでか。 10万円チャージするわけって10分で終わってまうねや。マジか。じゃあ家帰って届いてた郵便局配信して、郵便物届いてたけど全部あの会社に届いてた郵便物だから、うん、なんかわけのわからんペンとわけのわからん年金と、もう一個何やったかな、あ、乗馬クラブ何やねん乗馬クラブって、うん、あ、ちなみに今日事務所にあの保険屋のお姉ちゃん、2人組の保険屋の可愛らしいお姉ちゃん来た。あ、惜しかった。あれもうちょっと早くピコンコンしててくれたら、はーい言うて家連れ込んで名刺ぐらいは交換してあげたのに。ほんまに保険屋さんのお姉ちゃん来てたよ。ああ次製法レディ来たらもうニヤニヤしながら喋ったのに、3時台に行かなあかん。3時台に会社におったら来てくれるのか。当分毎日会社おろかな。毎日会社おろかな。会社おったら製法レディ来てくれる。これで来てくれるのか。じゃあとりあえず家帰ろう。
も当たりやったからびっくりしてんけど、めっちゃ可愛かった。やっぱ心斎橋の付近だから、あのどこの保険会社か知らんけど、お姉ちゃんもだいぶ選んでるみたいで、結構若手のね2年目ぐらいのと、なんか1年目ぐらいのお姉ちゃんの2人組で、もううちのビル今日回ってたけどね。でも隣の翻訳事務所電気ついてるのに出てきやがれへんねん。こんにちは、こんにちは、7階です電気ついてるから反応もないし、開けたらええんかな思ったんやろな。失礼しますって言って、ね、まあ、この扉をね、例えばこうやろうとしたら鍵が届いたね、ソフトバンク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 、ね、ソフトバンクからのね郵便物と、ね、オメガ、オメガ、年金機構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 からね、新店でね、事業主様宛てね、郵便と、乗馬クラブ、乗馬クラブって、乗馬クラブって何？何、乗馬、馬乗んの俺、俺馬乗んの、マジでか。乗馬試乗会プレゼントキャンペーン、160頭の馬たちが待ってます。無料駐車場完備、喫茶店完備、マジか。ちょっと見に行きたいな、ちょっと見に行こうかな。これはちょっとまた置いとこう。プラスこれ何、これ何、これサンプル同封ってどういうこと。何も頼んでないねんけど、これ開けたら金かかるとかそんなんちゃうの。無料サンプルやからええんか。ご担当者様って誰、ご担当者様って誰、担当おれへんで、担当おれへんけど、これ郵便勝手に開けていいのこれ。担当、サンプル同封ってどういうこと。無料サンプルって何やろ、何やろ無料サンプル。頼んだ覚えがないんだけど、ドモホルンリンクルやったら欲しいけど、ドモホルンリンクルヤフーで売ったら5000円ぐらいするからな、うん、ドモホルンリンクルなら嬉しかったんだけど、うん、どうしたもんかな。うわ、ええかわのあちゃん、これ AV 女優だろこれ、ね、この子とかのこういうのをリツイートしとくとね、あの女性たちにね不評なのよ。もうそういうのをリツイートするからね、僕 あのツイッターは、ね、フォローしたくないって言われるんだけど、でもね僕はねそういうね、ことにもめげずねフォローしてね、やりますよ。何 1.3 までいってるやん、リップル。リップル今売ったらめっちゃ儲かんじゃん。リップル、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 リップルなくなるんじゃん。これこの世からリップル消えるんじゃん、マジで。でもこれね絶対僕が売るとね爆上げすんのよ、間違いなく。僕が売ると間違いなく爆上げするからね、あのリップルショートしてる人たち、リップルショートしてる人たち今もしおったら理覚しといた方がいいよ。僕が今からリップルをロングします、あショートします。なのでリップルをね今ショートしてる人たちはね、今のうちに、あれなんかバグってるし、なんでバグってんの、 iPhone バグってるで、あれ今入金されましたのってやんな、あれ、どういうこと、一回切ってログインし直すわ。だってクレジットカードの入金でこっちメール来てるから入金はできてるはずだから、死ぬほどメール来とんなこれほんまに。何今日このメールの多さ、64通も見てないメールになってんねんけども、こんな全部が全部目は通せないよ。キツネ4号さん、タウンワーク、タウンワーク、仕事仕事、タウンワーク、タウンワーク見つけたよ。どういうことどういうことタウンワーク、タウン、あ、違う、仕事仕事じゃないよあれ。タウンワーク、タウンワーク、地元仕事探すやであれ全部仕事仕事かな思った、あれ地元仕事って言ってるで、よく聞くと。僕も最初仕事仕事かな思ったけど、なんかどっかのね、なんかのバージョンの時に地元仕事って、地元仕事っていうのを聞いて、あ、これ仕事仕事って言ってるんだけど、地元仕事って言ってたんや、マジかって思ってね、そっからあ地元仕事なんやなと思って聞いてたけど、やっぱりね仕事仕事に聞こえるよね。僕も最初仕事仕事やと思ったわ。キツネ4号さん、シュ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 どういうことどういうことそれ、シュ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 って。生活向上ウェブのね知見モニター、結局わかんかったよ、まあ、何ですかケッキーさん、何ですか
トレチケについて、どういうこと？キツネ6号さん、おい、ゴミ元気か。誰がゴミや。キツネ7号さん、アニョハセヨウ。 10% がトレチケ？ 10% しかないの、トレチケ。ケッチャワイフォ。せっかく今1枚入れたのに、10% しかトレチケくれへんって、1000円しかくれへんのかいな。へのつっぱりにもならんぜよ。1万円入金されてるわ。トレチケついてないで、トレチケ。騙されたわ。アニョハセヨ。アニョハセヨってどういう意味？さっきなんか言ってたよね。リップリクラで買ったの。キツネ6号さん、またちっちゃいこと言ってるのか。ちっちゃいこと言ってるよ。ちっちゃいこと。1.3080 でショートします。リップルショートするぞ。ショートするぞ。いいか。ショートするぞ。どうしようかな。100にしようか。200にしようか。200にしようか。一気に200しちゃう、ショート。でもな、200ショートしたらもうすっげえ倍イン来そうやな。もう僕がね、ロングすると下がるし、ショートすると上がるんだから。まあいいや、200いっちゃおう。200いっちゃうよ、200。200いっちゃうよ、200ショートしちゃうよ、ショートしちゃうよ、ショートしちゃうよ、ショートしちゃうよ。ああ、売っちゃった。わ、いきなり660円マイナス。いきなりのマイナス。いきなりのマイナスでございます。っていうか、これどうしたらいい、これ。これ開けていいの、これ。無料サンプル同封だから別に開けてもいいかな。でも頼んでないねんけど、頼んでない。送りつけ詐欺、これ。何の新たな。何なん、これ。インターナショナルプロセスシステムズ株式会社って何？ナショナルペンって何なん？ナショナルペン。どういうこと？何なん、これ。ちょっとネットで調べよう。ナショナルペン。ナショナルペンって何？教えて。お前らナショナルペン教えろ。お前らナショナルペン教えろ、この野郎。ほんま他の人の枠の人たちってなんかこうね、リスナーさんがすごい活躍するのに、うちの枠って誰も活躍しないよね。ほんと全て僕任せよね、君たち。アイテムを飛ばないのに僕任せとかもう大変なんだけど。キツネ6号さん、中卒には無理。中卒には、ああ、そういうことか。マジか。もうやめて、もう本当にもう。せめて高校は出てきて。人のこと言われへんけど。高校中退したから言われへんけど。何やったっけ、ナショナルペン。ナショナルペン。ナショナルペン。送りつけ商法って書いてあるやんけ。やべえ。開けんでよかった。ナショナルペン送りつけ商法って書いてあるやないか、これ。危な。0120-306900。あ、これや。まさしくこれやないか。マジでこれ、送りつけ商法なんこれ。キツネ6号さん、クソ。調べてよかった。え、初めてや、そんな送りつけ商法なんか来たん。無料サンプル同封とか言いながら、送りつけ商法って書かれてんねんけど、なんなんこれ。ナショナルペン送りつけ商法。せっかく注文したのに在庫を儀礼したとかでなかなか送ってくれませんでした。忘年会にも新年会にも配れませんでした。不親切な対応でがっかりです。どういう意味これ。ナショナルペンから段ボールが届きました。いつものサンプルと違って段ボールいっぱいに商品が入っていてかなり驚きましたが、そこの方にはきちんと請求書と再注文申し込み書が入っていました。数年前に2度利用したのですが、その当時の担当者名を記載し送りつけてきました。どうしたものだか一度お断りの電話を入れてみようか。どういうこと。注文してから数日経って確認の連絡が来た。その時点の注文受付となるので、キツネ6号さん、よし申し込もうは思っていたけど、それにしても納品がかなり遅い。電話しても繋がれない。その際に女性の対応も非常に悪かった。怪しさ満点です。もう二度と頼まないでしょう。サンプルのものは良かったのに残念。チラシは知れた駅だな。ネットで大口注文しました。ネットには何も記載されていないのに、大口の場合は前払いとの連絡がありました。再度検討してもらったが、やはり前払いないと注文を受けられないとのことでした。振り込み先をファックスしてもらって連絡したところ、なんと、横柄な態度の受付。これなら詐欺と言われても仕方がないと感じました。こんな横柄な態度で顧客が増えると思ったのは間違いです。なんなんこれ。死ね、クソ会社。ボロカスやな、ここ。ここの会社住所検索して地図で見ろ。この前
記載の住所は某国のボロボロ賃貸ワンルームわら。必ず住所会社名検索して調べれば詐欺かどうかわかる。いちいち相手にせずに放置で OK。 電話かけてきた営業の女の態度が悪すぎ。客に対してとは思えない生意気な口調。何か試合してんだクソ女がボロカスやんこの会社。以前ペンライトキーホルダーとボールペンを送ってきたので試しに反則用に買った。反則としての効果はほとんどなかった。ただよく来られる方に差し上げてみたが大変喜ばれたので反則でなくお客さんとのつながりを深めるために使っている。確かにサンプル品を勝手に送りつけてはくるが良いと思わないものは買わずに自分で使っている。月1回ほど若い事務員がたまに電話してくるが応対もいいししつこいとか不快になったことはない。えらいここだけえらい持ち上げよんな。この10月23日光さん、10月19日の匿名さんね。黒猫山田のメール便で無料サンプル豆腐とか、あ、これや、まさしくこれ書かれた後封筒が届いた。開けてみるとうちの会社名と電話番号が印字されたボールペンだった。マジで。しかも請求書付き。何やそれ。注文もしてないの電話したらサンプルなのでそのまま使って受け取ってください、請求書は今後購入するときに利用してくださいと意味不明な説明。どういうことこの会社。いきなり会社名入りの LED ペンライトを勝手に送りつけてきた。全く聞いたこともないし、なんだよここ、何が無料サンプルだよ、気持ち悪い。メール便でなければ受け取り拒否したわ。受け取り拒否したというかね、ポストに入ってたんだけど。これマジでそうなの。開けてみようとりあえず。数日前、この会社に狐6号さん早く申し込めという電話番号から電話にて確認の電話がかかってきたのですが、良い気持ちになるような口調ではありませんでした。不思議な電話番号をお持ちの会社なんですね。突然黒猫メール便で会社やお店の名前を勝手に入れたボールペンがサンプル品を送りつけてくる。日本語おかしいなこれ。購入する気はないが勧誘がしつこい場合は着信拒否でしょう。まあフリーダイルはかかってきても全く出ませんが。なるほどね。わ、ほんまや。いや、ご優待申し込み書やん。請求書ではないよ別に。別に請求書ではないよ。別に請求書ではないけどね。何が入ってたか見たい？6号さんしかおらんけど見たい？うわ、ほんまや。ちょ、マジで会社の会社の称号と電話番号勝手に入れたボールペン作って送ってきてるわ。すげえな。マジでこれ書けんの？キツネ6号さん見せろバカ。ほんまに書けそうやなこれ。これ先っちょのこれだけ外したら普通のボールペンだけどね。これ会社名とね電話番号入ってんのよ、もう勝手に。ちょっと見にくいな。キツネ6号さんかっこいい字やん。かっこいい、マジでかっこいい。これサンプルで1本送ってきたんだけど、これ字映れへんな。そうそう、会社のねボールペンを送りつけしよう。しかもカバー付きよ。カバー付き、カバー付き、ほらカバー付き。これ無料サンプルらしい。これがキツネ8号さん暇か。1本がたったの99円。マジでこれたったの1本99円やって。この機会をぜひ見逃しなく。ちょっととりあえずこれ続き見とこう。続き、2015年1月26日匿名さんね。請求書が商品と一緒に発送されます。お支払いは商品請求書到着後30日以内となります。ご注文商品の前に前払い金が必要な場合があります。その場合はお客様にご連絡させて、万が一お客様のご注文がお急ぎの場合はご連絡ください。ご注文の場合前払い金が要求される可能性があります。すべてのクレジットの承認および一員さんが対象になります。ようわからん。2015年1月26日の、大手会社取締役さん。最悪な営業してくる会社、ボールペンに会社名記載し、サンプル作って勝手に送りつけてくる。一度受け取るとしつこい。現在警察署にて相談中。会社顧問弁護士とも検討中。本社が海外だから面倒なことになる。どういうこと？もう分かれへん。
まあでもいいんじゃない別に。しつこい電話かかってくるだけでしょ。いや留守してて分かれへんけどポストなんか入ったんかな知らん。掘ったで見てんと。別に頼んでもないからって言えば済みそうやけどね。こういうね、これがねたったの99円らしいよ1本。この機会をぜひお見逃しなく今すぐご注文を。でほんまはね、僕ねグレーかブラックが良かったんだけどブルーなんか送りつけてきやがって。ほんまにもらうんやったらブラックかグレーが良かったわ。ベルベットペンケースをご購入本数分無料でプレゼント。通常各19円。いつまでも残るレーザー刻印無料です。 0.7 ミリの超高ボールで滑らかな書きやすさ。選べる6色色取り合わせもあります。 100% 満足保証付きです。誰が保証してくれんねん 100% 満足を。ナショナルペンカスタマイズ商品で注目を集めましょう。50年以上の経験と実績を持つナショナルペンはお客様のビジネスの成長を応援するカスタマイズされたブランド強化製品を提供しています。ようわからん。サンプルで試した書き味がとても良かったので注文したんですが、本体の色も高級感があってお客様好評いただきました。狐6号さん、これで成長できるな。マジか、これで成長できる。やったねやったね。しかもね、注文書入れるね、郵送用封筒付き。やったね。31年7月31日まで切って不要で出せるよ、これ。やったね、マジか。やったね。うん。ちょ、待って、これ、印刷されてる方にもちゃんと社名入ってんねんけど、やめてくれる？そういうのやめ、勝手に入れんの。ちょ、全部勝手に字入れんのやめてくれる？恥ずかしいから。お客様だけに特別提供。うちの親子ちゃんと入ってるわこれ。あかんやろ、勝手に入れんなよもう。こんなこと勝手にすんなよ。別にあの個人情報ではないよ、さすがにね。法人情報だから個人情報ではないけど、勝手にやめてくれる、そういうの。しかもあの6484-5178、別に K2 プロダクションだけで使う電話番号じゃないからやめてほしいな。何で調べたんやな、法人番号調べて勝手に作って送ってきようねんな、こういうの。だから請求書は別に勝手には送りつけてられてないよ今回。うん、だって注文もしてないし。50本ぐらい頼んどっかな。100本頼んだらなんぼ9900円。安いやん、安いやん。100本ぐらい別にええやんな、これ。追加サービスを選びください。4900円会社ロゴを追加印字。会社ロゴないねんけど。キツネ6号さん、注文してリスナープレゼント。いる、そもそも。え、そうやったら何、この屋号のとこ、ボクチョンとか書いて顔文字入れといた方が君たち喜ぶんじゃん、ボクチョン。誰がいるねん、それ。どうせそんなね、暗黒シール、暗黒ステッカーとかもいらへんって言ってる君たちなんだからね。そんなもん、ボクチョンボールペンなんか誰が喜ぶねん、これ。誰も喜べへんやろ、こんなもん。ほんまに。すげえな。キツネ6号さん、ボクチョン買いで使うの恥ずかしい、やめて。あ、そういう意味な。あ、ボクチョンやったら外で使うの恥ずかしいから嫌って。いや、でも株式会社 K2 プロダクションって何や。それこそ怪しくない。そうやったらまだ K2 プランニングの方が良くない。うん、ちょっと青はあんまりやな。ちょっと青は